メガロスビームD YouTube、 イエーイ。こんにちは、プーナです。いつもはメガロスビームDライブ火曜日の夜に担当しております。今回は前回に引き続きアイスリボンの皆様にメガロスの人気プログラムを体験していただきました。はい、それでは、オンラインレッスン始めていきたいと思います。今日はですね、スペシャルゲストとしてアイスリボンの皆様ご参加いただいてますので、見えてますか、見えてますか。はい、じゃあ今日も元気いっぱい頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ということで、はい、お願いします。お願いします。2つ目の対決は筋力対決です。イエーイ。では力には自信があるということで。あります。私もこう見えてトレーナーなのでちょっと頑張りたいと思います。負けない、はい、では今度はこちらのバーをですね、ベンチプレスですね、はい、何回上げられるか、回数の勝負となっております。はい、では早速
2試合目いきたいと思います。それでは先行でやってまいりたいと思います。よし、頑張るぞ。はっ、いきます。じゃあちょっと続いて、はい、高校高校いきます。じゃあ大丈夫、切れちゃう。戻して持って上げてひね、はい、お願いします。はい、そして
対決日本ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今日はたくさん動いていただきました。お疲れ様でした。イエーイ。普段はできない運動だったので、オンライン初めて、オンライン運動をさせていただいたので、はい、はい、とっても貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。はい、とってもかっこよくて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこよかったね。はい、でも格闘技のレッスンだけど、普段のプロレスの練習とは違って、また違いますよね。はい、大変でした。でも全然余裕でした。お、さすがです。もっとしたい。違う。あと5時間ぐらいしたら。はい、全然余裕なんです。楽しかった。違うです。違う。ありますかって。いや、でも、この話だよね。いえ、ありがとうございます。はい、どうなんでしょうか。はい、最後の3本勝負が、自分はとリズムスクワットっていうやつなんですけど、それがきつくて、アイスリボンの練習でもちょっとやりたいなと。飛び入れてください。というわけで、今日は本物の格闘家の皆さんに体験していただいたんですけども、一回ちょっと試合見てみたいです。はい、ね、どんな感じしますか。柔らかいやつ。柔らかいやつ。柔らかい。カメラ的に大事なやつ。どんな感じで乾く見えるでしょう。おい。おお。おお。3、軽めで。軽めで。はい。20%くらい、はい、30%くらいです。はい、80%くらいです。はい、80%くらいです。うえー、うわっ、うえー、ね、見たくなりますよね。ちょっと一回見に行きますので、皆さんもぜひ試合見に行きましょう。はい、はい、今日は本当にありがとうございました。